昨日東京国分寺市の JR 中央線の線路近くで柱を支えるワイヤーのカバーが焦げているのを作業員が見つけました7月以降 JR 東日本の線路脇や施設などで不審火が相次いでいますが昨日の件も含めますと8件が放火の疑いがあるということですその8件のうちこれまでの3件にはある共通点があることが分かっているんですね 現場からですね、針金が巻かれた焼けたペットボトルが見つかっているんですつまり何者かが事前に針金をつけておいたペットボトルに火をつけて針金ごと引っ掛けるという手口なのではないかと警視庁は見ているんですねで、昨日の現場にも針金と熱で溶けたペットボトルのようなものが見つかったことが分かりまして警視庁では同一犯の可能性があると見て調べを進めています